はい、どうも、連日工作でございます。今日もですね、FRP の工作の続きをやっていきたいと思います。今日使うのは、こちらですね、樹脂と硬化剤、それから防水テープ、ガラスマット、ウレタンシーリング剤、そして、発泡綿棒ですね、それから、容器、あとカッター、メジャー、あとハサミ、コーキングガンですね、このあたりを使って工作をしていきたいと思います。今日やるのは材料を使ってこう角とかね、内面、入り墨っていうんですけど、入り墨とかあと出墨って言われる部分をどういう風にやっていくといいのかってことをレクチャーしていきたいなというふうに思います。他ではですね、あんまりこういう細かいことってやってないと思うので、皆さんにとって価値があるんではないかなというふうに思います。では早速始めていきたいと思います。まずですね、下地準備ですね、この角をどうするのかと、これよくですね、パテ入れたらいいのっていうふうに聞かれることが多いんですけれども、パテだとですね、硬化剤と混ぜて練り上げて、角を面取っていかないといけないので、コーキング剤が一番適しております。じゃあこれをですね、使っていきたいと思います。ではですね、このコーキング剤どうやって打つのかということについてやっていきたいと思います。ですね、これどういう構造になっているかというと、このノズルがありまして、ここに防湿膜がついております。でポリウレタンコーキング剤は、空気中の湿気と反応して硬化するので、当然ここ開けてしまうと、反応していきます。ので、開けるときは使うときというふうに覚えておいていただけるといいかなと思います。で、これはコーキングガンですね。でここを押してですね、ここ引っ張ると、でこれを、こう握るとですね、これを握るとここがどんどん前に進んでいって、これを押し出していくという原理になっております。でですね、ここに穴が開いてるんですが、これでこう切ることもできます。切ることもできますし、私の場合はカッターでやることが多いですね。なんでカッターでやることが多いかといいますと、角度をつけて切れるんですね。こういうふうに角度をつけて切ると何がいいかと言いますと、面にとってですね、こう洗っていくと、こう押さえながらですね、切っていくことができるので、これまっすぐだとですね、こういう風にやっていかないといけない、ちょっとやりにくかったりするので、そのように斜めにカットするといいと思います。ではですね、これを切っていきます。ここをグッと、押さえてもらう、そうするとですね、今中入りましたね。でこれを今度ここに入れる、でこれをセットします。で口は下の方に向けていただくと、でコーキングやるときは、ティッシュがあるとですね、こう拭き取ったりできますので、便利かと思います。でこれを押さえますね。そうするとここ白いのが出てきますので、ここ今出てきましたね。これ今先の方から出てきました。では、早速打っていきます。ちょっとね、近づけてみましょうか。角を当てます。で、押さえて引くという感じですね。こちらも押さえて引くと。で、押さえて引くと。で、終わったらここで圧を抜いておいてあげましょうね。押さえ続けてしまうので、なので充填自体はですね、そんなに難しくはありません。これコーキングは終わりです。で念のためにですね、これ先ほど言いましたように、水分と反応してしまうので、口をですね、密栓しておいてあげると持ちが良くなりますね。だからこのウレタンについては、よくね、乾燥させるみたいなイメージがあると思うんですが、そうじゃなくて空気中の水分と反応させないということが大事になってきます。
はい、ではこれでですね、次この発泡面儀についてやっていきたいと思います。これね、三角になっております。最初からこの切り方についてなんですが、300の200で立ちが180かな、300の200、180ですね。じゃあちょっとですね、やってみましょう。これ300、ここで傷をつけます。この頂点にですね、頂点に傷をつけます。そうするとここに傷があるので、こうですね。で、3点傷をつけてあげます。こんな感じですね。1,2,3 と。これで大丈夫です。傷がついております。で、ここでバキッとこう折ると、ここがぴったりと合う。あとこれポリデントみたいですね、グーッと押さえつけてあげます。こんな感じですね。で、ここがですね、ここの端から、180ちょっと短くなりまして、183ですね。で、183183、こんくらいですね。で、今傷をつけました。で、3点をやって、ポキッと折ると。で、これをグッと押さえるとですね、ここぴったりと揃っております。で、かつですね、これ中にグッと押し込んでやると、簡易的な防水になります。170ですね。170を切っていきます。これ170か。ちょっとね、力を入れてあげるとこれで折れましたので、ここに入れてあげます。これぴったりですね。こんな感じでですね、角は施工していただくと。はい、ではですね、これで入り墨は OK ですね。じゃあ次、出墨ですね。この角を果たしてどうやってやったらいいのかということについて次解説していきたいと思います。ではですね、次ちょっとアップにして、このですね、面をどういう風にしていくかということなんですが、これ防水テープを使っていきます。カッターでもいいですが、今回ですね、ハサミを使っていきたいと思います。こんくらいですね。ザクッと切っていきます。これ長さ測定ですね。この辺はですね、後で切れますので、今これ長さ切りました。これだとですね、中央ぐらいでこう両側にですね、こう巻き込むような形をやりたいと思います。これが防水テープですね。これ幅 50mm、 ちょっと薄手の方になります。ちょっとですね、アップしましょうか。最初にですね、これ中央値を決めておきます。印打ってもいいんですけど、で、ここをよく押さえておきます。まず1ギメです。で、伸ばして、これ腫れてない状態で、こっちをピンと伸ばしますね。そうすると直線が出ますので、その状態で、位置を決めてあります。はい、ここはちょうど真ん中になります。で、圧着して両側を押さえていくんですが、これよくある間違いなんですけれども、先にですね、焦ってこっち下側を押さえてしまうと、面に対してですね、先に焦って押さえるとこうなってしまうんですね。ここの角をまずしっかり決めてから押さえていくということが重要になります。それをやってみましょうね。こう何回かですね、こう押さえていくと角が決まります。これを我々角が決まるって言うんですけども、角を決めてあげると、そうすると勝手にですね、これもう位置補正してくれるの で、 そうですね、ここちょっと切り込みを入れておくといいですね。もちろんカッターでも大丈夫です。こちらも同じですね。こうだからほとんど今押さえてないのが分かると思います。だから位置を決めてあげるということですね。はい、これもね、まっすぐに、決まっております。ではですね、これ次角を施工していきます。で、先ほどと同じですね。ちょうど中央、厳密にね、やりたい方はちゃんと測ってもらってもいいと思います、ね。で、頭出し決めて、こちら側で、位置を補正してあげると。これで大丈夫です。で、ここで点面を押さえて、あとはですね、こちらちょっと斜めからやりましょうかね。
角を決めてください。ここ一切ここ押さえてないのが分かると思います。と、ここちょっとねビスがあるので盛り上がってますけれども、まっすぐと決まりました。でね、ここはですね、今回、ちょっとですね足らずの部分が出ておりますので増し張りをしていきます。このぐらいですね、増し張りをしていきます。必ずですね、下から上に向かって、下からやっていくことが重要なんですね。でいきます。こんな感じですかね。では刃を押さえていきます。はい、こんな感じでですね、できました。よく言えばね、これが下に入ってた方がいいですけれども、今回ですねこんな形でできました。で、このここ埋めなくていいのって言われますけども、このぐらいは全く気にする必要はありません。このままで大丈夫ですね。でよく拭いていただいて、次下地の適当に入っていきます。ではね、これガラス繊維使うので手袋をしていきたいと思います。ではですね、次ガラスマットを敷いていきます。でこのガラスマットについては、これ 300g っていうものですね。あんまりですね、ナーバスになる必要はありません。これよくバサッてこうやる人いるんですけど、飛び散るんで必ず、動きとしてはゆっくりやっていただいた方が作業環境的にものすごくいいかなと。はい、こんな感じですね。ちょっとねラフで切っていきます。こんなもんですね、多分ね、こんなもんでいいと。こんなもんでいいです。ではですね、これを下に入れていきます。こんな感じですかね。こんな感じで入れていきます。で、今度はこの立ち上がりと言われるこの壁面ですね。壁面が、ここはですね、ここ上までやらないんですね。これ下からこのちょうど間ぐらいにかかると一番いいですね。180ぐらいですかね、ここでいくと。180なので、このくらいと。ここで180今切りまして、でここから下がった位置で貼っていきます。もうちょっとですね、こっちがこの感じで貼り込んでいきます。このね、面木が隠れるぐらいがいいですね。面木を隠さないといけない。はい、次こちら面木のところで必ずクロスさせます。とこうなるわけですね。これが今貼り付けが完了した状態になります。はい、ではこのマットは畳んで置いておきましょう。元に戻しておく必要があります。なぜならね、これは飛び散りますのでね、飛び散らないようにするということが重要になります。